のマリン先輩、マリン先輩のお話を。最近さ、マリン先輩って言ってると思うんだけど、前までさ、マリタン、マリタンって言ってたんだけど、これなんで変えたんですかってさ、たまに言われるから、ちょっとついでに言っとこうかなと思うんだけど、いや、そもそもね、そもそもね、マリン先輩が、あだ名を付け合おうよって言ってたのよ。一番最初に、それこそ、もう1年前でしょうか、2年前でしょうか、もう忘れましたけれども。そうで、その時にあだ名が決まんなくて、でなんか気がついたらマリン先輩がラミーのことラミタンラミタンって呼び始めたの。そう、ノエタンとかラとなんだ同じ系列、アクタンとかで、マリタン、あ、違う、ラミタンラミタンってよ呼んでたの。そうだから、ラミタンって呼ぶからマリタンって呼んでたんだけど、なんかあまりにも浸透しないというか、だからマリタンって言うとマリタンって誰って言われるから、しかもなんか結局のところ、なんか最近会うとラミーって呼ばれるから普通にじゃあもうラミーがマリタンって呼ぶ必要なくないと思って、マリン先輩って呼んでますそう、別にな、それ以上でもそれ以下でもないじゃあマリンって呼んでく。マリンちゃんでもいいかな。マリンちゃん、さ、この間家に来て、でまあそれもすぐ帰ったんだけど、スマホ忘れててたんだよ。そうで、ディスコードにさ、スマホ忘れてるよって言って、玄関に椅子があるんだけど、ちっちゃい椅子が、その上に置いといたら、普通に合鍵で入って、携帯取って、帰ってった。早速役に立ったわ、つって。